今、会津西海道を北上してます。これがね、なんか鬼怒川の上流かな、この辺が。まあ、湯西川の分岐を過ぎて、まあ、ただ山の中をくねくねと走る街道なんですけども、今日はちょっとお盆休みの最中ということで結構交通量があります。まあ、この辺は集落みたいですね。まあ、ところどころこんな、まあ、山あいの村を通過しながら、まあ、ゆるゆると走っていくところです。今日は、こう北上して途中で、左に降りて日の江又方面、まあ、日の江又からさらに新潟の方へ進んで、奥只見湖か、あそこダムがあるんですけども、そこまで行くと、まあ、新潟 との県境になるのかな。とりあえずそこまで、行く予定です。これなんか田舎町だね。うわ、すごい家がある。あ、この辺は、まあ、そこそこ開けて村になってるんだね。北上線だっけ、なんかこの辺線路が通ってるんだよね。国道121号線ですね。会津西海道と呼ばれてます。この辺はなんか平地もほとんどない中で、まあ、昔から林業が盛んだったんですかね、昔は。車用産業で、こう山の中に結構製材所とかあるんですけども、まあ、製材所とかなんか切った木を集めるようなところが山の中にあったりするんですけども、まあ、どこもこんなに儲かってるような感じはしないと。まあ、林業のやる人もいなくなっているような状況みたいですけど、あ、まあ、工事中で一方通行かな。あ、すぐに行きます。あ、すぐに行けますね。橋を書き換えてるのか。感じの道を延々と行くんですけども、あ、川が綺麗ですね、ここすごい。まあ、このところ結構雷雨があったんで水量はあるみたいですね。あそこは線路ですね。川俣線だっけな、これ鉄橋が錆色になってますけども、これはこういう仕上げなんだそうです。あれは錆だかなんだか、なんか表面をああやって錆させておくと、あれ以上錆びないっていうなんか表面処理らしいんですけども、
詳しいことはよく分かんないです、私も。352号って何だろうな。この交差点は塩原方面から来る国道400号ですね、ここと合流してます。こう左へ行きます。分かれて352号って、こう日の江又方面行く道が352号なんですね。こっちの方来たことないんですけども、日の江又村っていうと結構豪雪地帯として有名なんじゃないかな。すごい山深いところで、ここ行ってもおそらくコンビニとかはないでしょうな。いい感じのワインディングになってきました。これ赤いポールが立ってるのはなんか除雪の目安のやつかな。本当はこっちに来るのに栃木県の川俣温泉の川俣温泉かあっちのある方からなんか林道がこっちの方につながってるらしいんですよ。そこを通って来たかったんだけども、いろいろ調べてみると栃木と福島の境目あたりで土砂崩れかなんかで通行止めになってるみたいですね。ここは結構フラットなダートで結構走りやすい林道なんだそうですけども、まあ、いつか行ってみたいですね。ということで、まあ、今回は国道を使って日の江又の方へ向かっています。でさらに、奥多波湖か、に行ってみたいと思います。回してるな。これすごい、なんか溝がすごいね。これちょっと険しい道だね。これ結構新しいトンネルですね。壁が真新しいね。あれこれここトンネルじゃないの？なんだか。土砂崩れ湖から
から守ってるみたいですね、道路。やっぱり日の絵またって相当な秘境なんですね、これ。だいぶ涼しいですね、ここの辺になると。午前まで50キロです。確か午前まで行くと行き止まりなんですね。ここが日の出山田村みたいですね。なんか秘境の、本当秘境の村ですね。この登りは何なんだろうね、なんかお祭りなのかな。すごいね、やっぱ。結構民宿だの、旅館だのいっぱいありますね。本当とんでもなく山の中ですね、これ。これより尾瀬奥多摩。